はい、忍者号発売おめでとうございます。今日紹介する商品は、はい、こちらとこちらと、はい、こちら3セットスピン術ですね。でこちらの商品についてちょっと思ったことは、前回の侵略の AI 編ではゲームボックスでしたよね。でミニヒクがねゲームボックスには2体付属してましたけど、これパッケージ見た感じね、まあお値段同じぐらいなんですけど、ミニヒクが1体だけで、あとスピン術の道具が付いてるっていう感じですね。だからね若干ちょっとダウングレードしてるんじゃないのかなっていう印象は受けるんですけど、前にはゲームボックスでこれはコマみたいな商品なので、まあ商品の規格が違うのでちょっと何とも言えないところではありますよね。で7プラスパッケージはまあちょっとかっこいいですよね。はい、一応ねパッケージそこから開けるっていう感じになってますね。コール、はい、ロイド。じゃあちょっと3つ一遍に先に組み立てていきます。コール、はい、完成しました。一応こちらの商品なんですけど、お値段が1つ1200円前後ですね。楽天さんの方で1200前後で、パーツ数が50いかないぐらい、48から49前後ってなってますね。でこの3つに共通してることが、まあ、仕様がね、まあ、98% から 99% ぐらい、まあ、ほぼ同じって感じですね。組み方もパーツもほぼ同じです。まず主役のロイドから。すいません、ちょっとマスクしてると見えにくいっていうのと、ちょっとレビューしづらいのでちょっとマスク外しますね。でこちらのスピン術なんですけど、氷の章、炎の章でも非常に似たようなものがありましたよね。デザイン違いで、あとコマ違いっていう感じで、まあ、仕様は同じものが過去に発売されてました。で今回の忍者号テーマが魔界っていう感じなので、まあ、魔界風にリメイクされてるっていう商品にはなりますね。で氷の章、炎の章の時のスピン術の道具っていうのは結構ね基礎がかなり頑丈だったっていうイメージがあったんですけど、まあ、今回ちょっと基礎がね見た感じ貧弱には見えるんですけど、特にこう壊れるっていう感じはなさそうですよね。そしてまあマグマをイメージしてるような感じで、下がオレンジっていう感じになってますよね。そしてまあロイドはあのグリーンのパーツをところどころ使ってるっていう感じにはなってまして、はい、やっぱりこの土台ら辺がやっぱり岩をイメージしてますよね。マグマの上にある岩をイメージしてるような感じにはなってますね。はい、続いてねこんなコマみたいなものがついてきますね。一応ね手でも回せることは回せるんですけど、結構難しい感じではありますよね。そしてこのコマの構造なんですけど、はい、ゴムがありますよね。こう回すとゴムが伸びてこう開くっていう感じの回り方をします。そしてこの使ってるパーツもね結構ねかっこいいパーツ使ってますね、まあ、オリジナルパーツっていうような感じで、
はい、こういうすっごいでかいかっこいいパーツを使ってますね。だから、まあ、他の商品でこう結構使い回してかっこいいものを作ろうと思えば作れそうな感じではありますよね。まあ、例えばミニフィグの羽にしたりとか、まあ、何らかしら結構ね使い用途があるパーツなのかなっていう感じはしますね。まあ、本当にかっこいいパーツっていう感じで、はい、あのヒンジみたいな感じでくっついてるだけなので、まあ、取ることも結構割とこんな感じでねポロってこう取れますね。はい、付け外しも結構簡単だし、かといってそんなめっちゃボロ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 取れるかって言われると、まあ、別にそういう感じでもないっていう感じですね。はい、続いてミニフィグの方なんですけど、まあ、こちらデザイン見た感じ過去の忍者号とあまりそんなに変わらないっていう感じですね。もちろん服のプリントとか顔のプリントは違いますけど、デザインに関してはそこまで大幅にモデルチェンジしてるっていう感じではないですね。若干ちょっと模様が違うかなっていうぐらいになってまして、はい、胸元もまあいつも通りこうスピン術風の柄になってますよね。そしてヘルメットを外すと、はい、マスクでしたね。もうロイドすごい顔色悪いピッコロみたいですよね。もうドラゴンボールのピッコロって感じですね。なんかもう悪魔に取り憑かれたようなカラーリングですよね。もう真緑っていう感じ、こけしって感じですよね。でこのマスクなんですけど、まあおそらくマイナーチェンジはしてるのかもしれませんけど、パッと見た感じ忍者号レガシーとマスクはそこまで大幅には変わらないですね。はい、だから特にこのミニフィグに関してもこう目を引く要素っていうのはなくて、まあ、今回の忍者号魔界をイメージしてるので、もう魔界バージョンにリメイクされてるっていう感じにはなってますよね。はい、そしてねスピン術のコマですね。まあ一応ポッチがあるので、まあこういう風に置いてっていう感じで、はい、あとはゴムで元に戻るっていう感じです。はい、そしてあとはもうこのスイッチをね、まあ、押すだけですね。はい、こんな感じで回ってくれます。今力が弱かったから開いてませんでしたよね。だから今度はちょっと思いっきりやりますね。はい、ちょっと勢いがありすぎましたね。もう一度、あのこれ何回かやってるんですけど、綺麗に回すのって結構難しいですね。はい、こんな感じですね。開いて弱まると元に戻るみたいな。はい、続いて貝のスピン術の道具ですね。まあ、基礎の部分に関しては、まあ、全く同じで、あの岩の部分に関しても全く同じで、何が違うかっていうと、はい、ここ赤か緑ぐらいの差しかありませんね。はい、まあ、ロイドと同じような感じですね。はい、そしてスピン術のコマに関してもただの色違いっていう感じで、まあ、デザイン組み方などはもうほぼ同じって感じですね。色違いだけっていうぐらいの差しかありません。でミニフィグに関してもやっぱりこう目を引くような要素っていうのはありませんよね。まあ、いつも通りスピン術風のプリントが柄が入っているっていうような感じで、まあ、この被り物に関しても、まあ、忍者号レガシーと比較しても、まあ、マイナーチェンジしてる程度、まあ、多分 もしかしたら全く同じっていう可能性もありますよね。ちょっと棚にねもうミニフィグしまい込んでてちょっと比較ができなくて申し訳ないんですけど、はい、もう忍者号レガシーのマスクとそっくりっていう感じですね。でも顔に関してはマスクを外すともう怪だと分からないですね。はい、もう何のキャラかは分からないっていうような感じになってます。でまあこれも一応ねもう同じ企画の商品なので、まあ、同じような遊び方になってますね。はい、あとはもう押すだけ、こんな感じですね。ちょっと弱いとやっぱり開かないので結構力強く押さないといけないみたいですね。ただ力が強すぎるとミニフグが飛んでいくんで力加減がちょっと難しい。はい、コール。コールのスピン術の道具に関しても、まあ、全く同じですね。ロイド、カイト。ここのクリアパーツが透明かグリーンか赤ぐらいの差しかありませんね。もう全く同じっていう感じではありますよね。で、このスピン術のコマも、ロイドに関してはクリアパーツですね。もう本当にクリアっていう感じですね。まあ、結構いい感じではありますよね。第一風というか。はい、そして3つともスピン術の道具を並べてみました。はい、もう全く同じですね。トランス系のパーツの色合いが違うぐらいでもう全く同じなので、まあ、好きなもの貝が好きなのかコールが好きなのかロイドが好きなのか、まあ、好きなものを選んでくださいっていう感じですよね。そしてちょっとコマをつけていきます。はい、コマを3体並べてみました。まあこれ本当にもう好みだけの違いっていう感じですね。もうデザイン本当に全く同じっていう感じですね。まあけど今回この魔界をテーマにしたスピン術の道具、このなんて言えばいいのかの溶岩風というか岩石風のこのパーツですよね。まあこれすごいかっこいいですよね。はい、超拡大させました。かっこいいパーツ使ってますよね。ほんとかっこいいですよね。このパーツいい感じですよね。そしてちょっとね説明し忘れてたんですけど、まあ、各忍者号にははい傘がついてますね。傘、まあ、ヘルメットを外して傘に付け替えて遊ぶっていうこともできるみたいですね。はい、傘を付け替えてみました。どうなんだろう、この傘あんまりかっこよくないですかね。まあやっぱり普通のこのマスクの方がやっぱりいいですよね。はい、傘をつけてみるとこんな感じですね。はい、
何とも言えませんけどかっこいいですよね。これはこれでいいかなっていうふうには思いますね。でもうせっかく3つあるのでちょっとこの3つちょっとミックスさせてやりましょうか。まあ今回ちょうどねファイアーストーンメカとかもあるのでね、まあこれはこれでいいですよね。まあ3人の忍者号のエレメントパワーが混ざったスピン術というか何というのか。はい、それではちょっと3つ同時に回していきたいなと思います。うん、やっぱ難しいですね。ちょっとゆっくり丁寧にやってみましょうか。あ、あーなるほど。あのこれ氷の章とか炎の章の時のこのスピン術の道具っていうのはこうぶつかり合ってもこうすぐにこけるっていうことはなかったんですけど、今回のこの商品ぶつかるとすぐにこけるみたいですね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。以上、レゴ忍者号スピン術バーストコールバーストロイドバースト回でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回の動画が面白かったと思っているんでしたら高評価の方をお願いします。その他にもこのチャンネルではレゴを楽しむ動画だったりできるだけ分かりやすく配信してますので、今後もそういった動画を見逃したくない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。